ブブどうも TRO 太郎でございます。さあ F1 グランプリ最終戦アブダビグランプリエアスマリーナサーキットに太郎さんやってまいりました。いよいよですね、もう間もなくですね、もう間もなくスタートを切ろうとしております。ただいまですね、太郎さんはウエストオアシスというね、ウエストグランドスタンドそばにあるオアシスフードコートとかねあるエリアに来てるんですけども、ここは自由に観覧できる、観覧できるねスペースがあるんで、ちょっとこちらでスタートをね見届けたいと思います。先ほどまで大にぎわいだった飲んだくれエリアもですね、スタート直前ということもありまして、はい、見えてますか後ろ、ほぼ誰もおりません。さあ、太郎さんもですね、スタートの瞬間を、ファンの皆様と一緒に、楽しんでまいりたいと思います。はい、今ですねフォーメーションラップがスタートしたようなんですけども、ここからタムさんの位置からホームストレート肉眼では見えてるんですけど、ちょっと音の迫力は伝わらないかもしれないな、とりあえずこのバックストレートっていうのかな、ここはバックストレートエンドのところに今いるので、どれぐらいの音になりますかね。ただこれは、フォーメーションラップ中の速度なので、スタート次の週はねもっともっと大きな音になるんじゃないかと思われます。通過しましたんで、これで、フォーメーションラップ全車が、今ね太郎さんの前を通過していきました。これからスターティンググリッドに、着いたうちレースが、始まります。さあ一体どんな迫力をお伝えすることができるでしょうか、乞うご期待。はい、ということでね、今全車がグリッドに戻ってきたような音がしています。はい、間もなくスタートが切られると思います。皆さんにこの迫力が伝えることができるでしょうか。それではスタートの音お楽しみください。ヘリコプターが来ちゃったんで、ヘリコプターの音でかき消されちゃったかもしれません。あ、でも早いですね、もうバックストレートに全車入ってきますよ。では1周目のバックストレートを通過する20台の音を聞いていただきましょうと思いきや、また真上にヘリが邪魔だ。これ、ね、どのような迫力で録画されているかは分かりませんが、はい、レースがいよいよスタートしました。
ハロ散歩もスタートです。じゃあ行ってきます。
花火がねもうバン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 上がって、クルーザーもね劇をみんなわわわ鳴らしっぱもう鳴らしっぱなしです。見えますか。ハミルトン勝ったんだよね。タペン2かな、ついに、最終戦ね、タロさん、タペに的中しました。まあ、的中と言っていいのかどうか分かりませんが、ハミルトンが勝って、2位と、あとの順位はちょっとよく分かってません。カローノートにね、何機撃墜されたのか、またね、レポートの方もしてみたいと思います。タロさんはですね、レース中はこのマリーナのエリアをずっと歩いてました。今、わーっと冠水聞こえましたかね、動きますよ。はい、見えますか。オレンジ色のスタンド見えますかね、後ろに。見えてますか、後ろ。はい、後ろに見えているのがタッペイシート、フェルスタッペンの応援席です。オレンジ一色に染まってます。多分前半戦でタペが誰かを抜いたんですかね。ものすごい歓声が上がってました。もうあれだけ、ね、人がアブダビにまで、ね、応援に来るって、本当に、フェルスタッペンすごいです。さあこれから歓喜に沸くマリーナを、ね、横目に見ながら、パドックの方に戻っていきたいと思います。どうですか。はい、というわけでね、アブダビグランプリ、決勝タロ散歩、終了と相なりました。今年は何戦来ましたかね、何戦か現場にね、来させていただいて、タロ散歩シリーズ、決勝中にね、各国のサーキットを巡って、各国それぞれの、ね、国々の楽しみ方を少しでも皆さんにお伝えできたらなということで、この企画をやってまいりました。アブダビグランプリ、観戦動画いかがだったでしょうか。ゴールシーンをダブルホテルのところで迎えるつもりでいたんですけど、すっかり失念しておりまして浜の、ね、中でゴールを迎えるという事態に陥ってしまいましたが、まあそれもいつもの太郎さんということで、ということで、太郎さん、はい、パドックに戻ってまいりましたよ。わかりますか、太郎。で、後ろ、はい、パドックに戻ってまいりました。それでは次回も来年になりますかね。また、どっかで太郎さんとお会いいたしましょう。